マジで。マジマジ。え、みゆちゃんがそんぐらい稼いでんの？私なんてもう月14万とか、月20万とか言ってる。マジで。え、その、え、それ、あ、兼業してそんだけってこと？うん。あ、まあ、兼業してた時もそんぐらい稼いでたよ。だから、普通の本業にプラスで。あ、プラスでその、20万ぐらいってこと？そうそう。だから本業が、例えば私農業やっと13万円でめちゃくちゃ低いやけど、うん。で、それプラス今回の、その、この仕事で、プラス20万やったら30万円。やばない？すごいな。え、それやばすぎるやん。うん。マジで、収入入ってきたとき、ビクッと。たまらんな、それは。やばいよ。半端ないやん。そんなわけで、ちょっと、わかる、仕組みがほんまに理解できへんな。いや、ほんまに、なんだっけ、その、うちらはゲームを広めてるんやけど。ゲーム？そう、ゲームがあって。あ、アプリみたいな。そうそうそう。モンストみたいなやつ。そうそうそう。あ、モンスト？モンストではないよ。やばい、こいつ。うん。あ、まだ別のなんかあれか。なに、具体的にほんまに教えてほしいね。具体的には何なん、それは。具体的よ。アプリ。アプリではない。URL っていうサイト、もうゲームのサイトやけど。広告を広めるってこと？そう。例えばさ、うん。ね、ホットペッパービューティーとかさ、ホットペッパーグルメってあるやん。うん。うん。それと同じ仕組み。あ、で、それの広告収益をもらうみたいな。そうそう。それでそんな額いく、普通。何万件ぐらいいかなあかんじゃん。何万件ぐらい拡散せなあかんじゃん。いや、それを今私らがやってるんよ。です。発信する人もまだ人数が足りへんから、うん、そう、今それこそ、今期間限定で募集しとるし、うん。だからもう、なんやろ。それで今、一緒にやってくれませんかっていうふうに。嘘つけるんじゃん。そうなんや。そう。そういうことないと。なんか今、あれか、新規で募集してって感じか。そうそう。なるほどね。あ、じゃあ俺が、あれやん。で、俺は、むしろやりたいし。お、マジで？マジ。やろうよ、一緒に。いや、ラッキーやわ。なんかそんな話聞けて。あ、マジで？うん。え、で、どうしたらいいん？聞くには聞いたけど、どうしたらいいん？こっから先は。それやったら、もう、今さ、うん。じゅんくんってさ、もし増えたら、一緒に増えたら、何がしたいん？何がしたい？なんか、家建てたいかな。え、めっちゃいいよ。うん、なんか、めっちゃいい夢やん。淡路島とかで、別荘作って、で、そこで個人の、店とかやれたらいいかなっていう感じかな。やっちゃおうよ。あ、マジでできる？それ。うん。できる。で、最終的にはやっぱ全国展開してって、全国に名を知らしめたいかなっていう気持ちはまああるよね。何その夢？夢ってかも野望やんな、これはな。野望？すごいな。で、あとまあいろいろ各種サービス施設も充実させて、で、レジャー施設も作りつつ、飲食とかにも手出してみようかなっていう。で、今やってるアパレルの、力も使って、で、仕入れとかも自分でやって、卸もやってっていう感じかな。え、絶対行かないよ。だってさ、ね、私ら、もっとすごい稼いでる人なんて、カマロってわかる？車やんけ。知ってる人、カマロやんな。ポルシェやんな。そう。カマロ。まあ、オープンカーなんやん。ポルシェのカマロやんな。そうトランスフォーマーの、車やんな。バンブルビーの。あ、そう。知ってる？黄色いやつ。わかる。バカ高いで、あれ。うん。しかも26歳の、方が一括で買いました。半端ないな、そいつ。男？女。女で？やばない？いかつすぎるやん。男やん、それも。男より男やん。かっこいい。漢字の漢って書くものな。もう私らもうそれも嫌いしてめっちゃ頑張ってるよ。まず1000万とかのレベルちゃうで、あれ。そうよ。だからそれを一括で買う。やばない？やばいな。それ、何年やってそんな稼いでんの？それ、やばない？それ、貯金してたとかじゃなくて。じゃない。やっぱ、月100万も稼げてるから。うん。もうそれを貯めて買ったんやろなって。半端ないな。月100ってえぐない？月100ってどういうこと？月100、月収100万。
え、年収1000万やんな。そうやよ。1000万超えやんな。うん。そうやろ。どういうこと、え、それだからその広告宣伝料で1000万もらってると。え、だから次100稼いでってこと。そういうことよ。え、要はだからそのゲームの広告を、URL をいろんなところに拡散するってことやんな。そう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 、そういうこと。よかったよかった。うん。まあ、だから一回説明聞いてほしい、うん。めっちゃ楽しいから。え、その説明は今いけそう？今、今日はね、もうね、うん、その説明してくれる人が帰っちゃったんやけど。あ、そう、ミウさんから聞くんじゃないんや。そう、私まだね、説明がね、できへんのよ。うまく。え、俺、ミウさんから説明してほしいんやけど。あ、全然。え、知らん、変な人？上の人って、どんな人？おっさん？うん、もうみんな20代前半です。男の人、それは。女の人もおるよ。マジ？それ、どう、え、そう、説明、今、大雑把にできへん、その。正直、まだあんまり。いや、さっきの話だと、それだけでっていうのはなんかあんまり、俺の中でピンときなくて。まあ、最初はそうやな。うん。よくわからんね。で、ちなみにそれさ、うん。初期費用とかかかる？一応聞いとくけど。そこなんや。うん。そこなんやけど、有料のプランと無料のプランがあって、うん。まあ、それによって収入も変わるんよ。まあ、それを決めるのは、その人、うん、その説明を聞いた、それこそ純くんなんや、なんやけど。うん。今はちょっと言えへん、それは。私ね、詳しいことまで説明してもらえへんのよ。ああ。え、ちなみにミウさんは、無料コースか、有料コースどっち？有料コース。あ、有料なんや。あ、やっぱ稼ぎたいんで。ああ。その差ってどんなもんなん？その、うん。有料か無料でどんぐらい変わってくんのかな？その、別に俺はお金払えへんわけじゃなくて、知っときたいというか、その、事前にお金が必要になるんやったらこっちも用意しとかなあかんし、うん。で、無料でいけんやったら、じゃあ無料でいいやんっていう話にもあるから。まあ、そうや。そう、すごいね。ああ、なるほど。なんかな、そう。アドセンスかなんかの、そういう。そうそう、ボーナスがさ、なんか、うん、やっぱ、無料プランと、有料プランで、何パーセントやったかな？あ、ちょ、ごめん、そこまでは、うん。してるんけど、でもやっぱ、無料よりも有料の方が稼げるっていうのは、確か。おー。なるほど、その広告費の、アドセンス料が、のパーセンテージが、やっぱ、有料プランの方がいいってことね。そうそうそう、そう。なるほど。初期、え、ちなみに、みゆさん何歩払ったんじゃ、それは。ごめん、忘れた。忘れた。忘れるぐらいの額ってことでいい？じゃあ。いや、ごめん、ただ単に私が、ごめん、すぐね、うん、忘れる人なんよ。あー、これかこいつ、パン。例えばさ、なんか人紹介されるやん。なんか友達、うん、友達の友達を紹介されても、うん。1時間とか30分に忘れる。やばいやん、それ。もう、ちょっとやばいな。老化？老化の原因それ。あ、そうかもしんない。もう衰え始めた。若年性の、若年性アルツハイマーみたいな。あ、面白いな。それはおもろい。え、マジでほんまや。だって高校の時とかさ、うん、大学の時も、大学私一応出てるんやけど、うん。成績最下位でした。よし、卒業できたな。あ、ほんまよ。ほんまそう思うわ。いや、でもそれ、まあ、額によるよな。やっぱり。まあな。うん、正直この話聞いて、俺めっちゃやりたいと思ってんけど、ほうほうほう。そう、無料でできるやつやったら、まあ、やりたいけど、その有料が上限どんぐらいまでなんかなっていう。一応別に俺も、24やし、うん、その今まで働いてきて貯金もあるから別にそれ切り崩してできるようなやつなれば、うん、やつなやったらまあやってもええかなってなるけど、うんうん、で仮にそれで稼げんかったらそれでもほんまにだるいやん。まあそうやな。うん、結局やっぱり俺も、うん、淡路島に別荘建ててそこでチェーン展開させて原告に店建てるっていうのも夢があって、うん、で最終的にはやっぱり各種レジャー施設も整えて飲食にも手出そうかなっていうのが夢でやっぱりやってるから、うん、それにまで行き届く、だからそれできんかったら意味ないね、正直。まあ、そうや。正直、その、はした金とか、そういう、なんか、ほんま2、3万増えるとか、全然そういうのは求めてなくて、今聞いた話だと、やっぱ100万稼げるって聞いたから、俺。うん、そうやろ。間違いなくそれ行きたいやん。うん、行きたいな。うん。一緒に行こうやん。やったら、私もやっぱ、叶えたい夢あるし、うん、今の、ジュン君の話聞いて、私も手伝いたいっていうか、マジで手伝ってくれる？いや、従業員として雇っちゃおうかな、じゃあ。え、ありがとうございます。その時よろしくお願いします。サインで、もう結構ボーナス弾むで、俺んとこ。あ、マジで？うん、マジで。そう。楽しみにしてるわ。そうなんや。え、でも一回この話聞いてみたいな。マジで？うん、マジで。もし、え、空いてる日とかさ、うん。え、全然開けようと思えば全然開けれるよ。マジで？うん。マジマジ。え、明日とか言ってったら厳しいから。あ、じゃ平日はやっぱ仕事あるから。あ、じゃあ土日、そうや、今週4連休や。休めへんね。そう、さ、食、祝日は休めへんな。あ、じゃあ、土日なら大丈夫な。まあ、いけるいける、全然。え、じゃあ、24日どう？
24日ちょっと待ってな。これ何時頃とかわかる？1時頃、1時とか12時。あ、てか待って、ジュン君どこやったっけ家。寝屋川市付近かな。寝屋川市、大阪の。あの全然こっちが行くってことも、え、西成やったっけ？あ、ナンバーナンバー。あ、ナンバー？え、全然俺が行くってことも可能やけど。あ、うちらも、あの、うちら西成行くないけど、全然ナンバーに行くこともできるし。てか、ナンバーの方が。うちらじゃね、私と説明してくれる人。あー、なるほど。そう、私も行くから。あ、来てくれんの？それこそ。そう、行くよ。さすがに私だって、ジュン君のことさ、もっと知りたいわけやし、うん、それこそこうやって喋ってるわけやから。うん。うん、あ、そうなんや。喋りたいっていうのもあるし。え、その来てくれる人ってのはどんな人？男の人でもいいし、女の人でもいいし。ああ、なるほど。あ、俺が選べんの、それは。まあ、その、まあ、空いてる人によると、間違いは後日連絡ないよ。あ、オッケーオッケー。うん。面白そうやな。まあ、まだ決まりじゃないねんけど、うん、正直話は聞いてみたいかなっていう。うんうん。まだあんま詳しいこと知らんやん、俺。そうやな。そう、まあ、だからほんまに俺、うん。うん。え、ごめん、どうしよう。どうしよう、何が集合にしようか。でも全然ありかな。あ、まあ、でも来てもらえるじゃん。え、来てくれることできるの？でも、いや、どうだろう。そうなるとちょっとね、ズームっていうかビデオ通話になっちゃう可能性があるんよ。あ、なるほど。場所によそう、ズームとか持ってないねんな。そう、それやったらちょっとナンバーに集合がいいな。なるほど。うん、ナンバーね、もうちょい来れへん。梅田とか来れへん。あ、梅田行ける。行ける。あ、ちょっと待って。あ、ま、それも後日連絡でいい？あ、いいよいいよ。ごめんな。うん、全然いいよ。うんうん。じゃあ24日の1時。うん。え、昼の？あ、そうそうそう。さすがに夜はないよ。うん、そりゃそうか。そうじゃないもんね。昼の1時。うん。に、なんかお話すんやん。どっか、なんかカフェとかでってこと？そうそうそう。もし、ナンバーやったら、うん、そう、カフェになるんやけど、うん。まあ、もし、うん、動けないとなると、ズームっていうか、あの、なんか、LINE にさ、ビデオ通話あるやん。うん。あ、それでもなんかいいけどな、別に。でも一番はね、私は会いたいっていうのがあるけどな。ああ。対面の方が。あ、まあ、話しやすい。大阪やし。うん。なるほど。そうそうそう。結構じゃあ、あれな、みゆさんは結構誘ってんの？いろんな人。でもね、やっぱね、じゅんくんみたいに興味あるって子がね、なかなかおらんよ、ね。ああ、まあそりゃそうやね。一回話聞いても、やっぱりその怪しいなと思っちゃったりするもんね。そうそう。でもね、やっぱ聞かなきゃわからんこともあるわけやし。そうやんな。百聞は一見にしかずって言うしな。あ、うまいこと言う。うまい。じゃあ、梅田やとして、あ、梅田でよかったっけ？あ、ナンバーナンバー。ナンバー、うん。ナンバーやとして、うん。じゃあ、そう、あ、ナンバーやとしたら、カフェかなんかで。そうやな。話すって感じか。全然俺はいいよ、それで。マジで？うん。なんか、いるもんとかいる、その、当日。当日は、その、手ぶらでいいの？やっぱ、もしその時に、やるってなった時に、うん、運転免許証とキャッシュカードが必要ないよ。うん。うん、それだけ持ってきてもらえれば、また、あの、前日になったらもう一回、っていうか、で、明日何持っていけばいいっていうの。俺、免許がないねんけど。え、そうなん？そう。そっかそっか。中田どうしたらいいか。なれば、保険証と、あのね、保険証と、何やったかな？あ、ごめん。うん。それも後日連絡して。あ、オッケーオッケー。じゃあ、その時にまあまた聞くわ。うん。ありがとう、ほんとに。いいよ。じゃあ、一応24日の1時から、一応6時とかまで開けてて、何も予定入れないでほしい。あ、わかった。オッケー。オッケー。うん。ちょっとごめん、まだもしかしたらちょっとその、こっちからまだ連絡するかもしれんわ。うん。無理ってなった時は。できるだけ開けてほしい。うん。やっぱ、うちらも結構、私はまだその興味あるって人が見つかってないんやけど、うん、やっぱ、一応もう今、だいぶ流行ってるから、その説明してくれる人たちも、なかなか開けてくれへん。そう。あ、この、なかなか、うん、ゲーム、てか、オーナーっていうか、まあ、それ発信した、あ、もうその、人が、もうそのやつ。うん。そうそうそう。だけまあ、うん。向かい。向かい来たで。私じゃない。うん、向かい来た。めっちゃ近いで、これ。うん。あ、そう、あ、過ぎてった。ああ。向かい来た。あ、そうなんや。なんで、うん。だから、一応24日1時から6時ぐらいまでは、何も入れないで、入れないで、欲しい。なんか複数人で行っていい？もしかしたら俺も誘える人おるかもしれんし。うん。あ、いや、できれば1人がいいな。あ、ほんまに？一応なんか誘えそうな友達は何人かおんねんけど。あ、マジで？うん、それだったら私、その子たち紹介してくれれば、あの、つなげることできるから。あ、連れてったらあかんの？あの、なんやろ。なるべくやっぱ、1対1で、1、2対、まあ、ね、私含めて、うん。とか、ちゃんと一人に対してきちんとした説明をしたいけん。
うん。そう。だけん、まあ、できれば、10分一人で来てほしいよ。わかった。オッケー、じゃあ。うん。せもし行けんくなったときは、うん。なんかあれ、いつまでに言ったらいいかな。早い方がいい、それは。まあ、できれば早い方がいい。オッケー、ちょっと俺もなんか、一応土曜やからさ。あ、そうやったら日曜でもいいよ。いや、でもシフト制やねんな。そっか、そうやったな。そうやね。もしかしたら急にってなる場合もあるけど、うん。その時は早めに言うわ。お願いします。うん。はーい、じゃあ。で、あ、でもあともう一ついい？あ、オッケーオッケー。うん。の、電話できるとき、まあ、できれば、この時間帯がいいんやけど、うん、電話したいよ。その、当日何持ってくるかとか、言いたいし。うん。あ、当日に言ってくるんですよ。あ、前日の夜って、そうそう。いい？今、なんかその、何やっけあ、まだあれか。うん。確定じゃなかった。大丈夫そう？うん、大丈夫よ。まだその持ち物次第かな。そうそう。持ち物次第。うん。オッケー。持ち物は、まあ、前日に。うん。前日にまた電話できるなら、うん、その時に話したいなって思ってるっけ。オッケー。ほな、まあその時にじゃあ、うん、言ってください。いい、オッケーです。うん。ありがとうございます。ありがとう。なんか私マジで、そのジュン君が、うん、やるやつに参加したい。いや、俺もマジで本気やし、さすがに冗談でこんなことは言えへんと思うから、そうやな。やるからにはやっぱ本気で、な何にでもやっぱ本気で取り組んだことしたいと思う。いや、間違いない。それ、ほんまに言い訳してる時間とかも無駄やと思うし。即断即決。悩んでる時間ってマジで無駄やん。おぉ、そうやな。そう。やるかやらんかやったら、じゃあ、そこで悩んでるのってめっちゃ無駄やん。時間の無駄っていうかさ。そうやね。で、やるかやらんかで、やって後悔した方が絶対いいやん。そうやね。そう。めっちゃ心にジンときたわ。ってことは、じゃあやるやんっていう。うん。ことやれんな。うん。ありがとう。なんかもうマジで私さ、今の言葉にジンときた。あ、マジで。ちょっと待って、涙出てきた。あ、ほんまに？拭いて、それは。あ、もう拭くわ。そういうことやん。やっぱその、企業、何の企業かわからんけど、うん、その企業の力にもなりたいし、うん。で、それに見合った対価ももらいたいし、そうやな。っていうことやんな、ほんまに。そうやな、この今若い時しかできへんからな。そうやな、この若さ、この、マジでバイタリティが溢れてる、今の時期に、バカほど稼いで、で、老後の資金。老後の、うん、そう、何千万か、まあ、2000万がいるからな、老後。うん。年金とかやっぱ当てならへんからな、やっぱ今の時代は。そうやな。そう、自分で考えていかなあかんしな。でも偉いな、ほんま。俺より若いのに、こんな、めっちゃ、やってるってことが俺、ほんまに信じられんというか。私もリスペクトって。いや、リスペクトに値する、それは。ありがとうございます。お褒めの言葉いただきました。すごいと思う。行動力がすごいと思う。ほんまに純くんに会ってや。うん。ほんまに話したいわ。いや、俺もや、ほんまに、それは間違いなく。うん。うん。すごいな。ありがとう。でも22やったっけ？22よ。え、あ、大学卒、え、短大？ 4 年生？短大。あ、短大か。2年生。あ、じゃあ2年、今、社会人2年目ってこと？そういうこと。いや、すごいよ、それで、ここまで。いやね、マジで、私この仕事についてなかったら、うん、こんだけなんか自信持って喋ることもできへんし、うん、だって、マジこの仕事やるまでは、マジで、すいません、とか、自分に自信がなくて、うん、もうマジで、なんやろ、落ち込んでたりとか。うん。いや、そういう人。その仕事のおかげで、うん、マジで人生変わろうって思えたし。バカだこいつ。支えてくれる仲間がめちゃくちゃおるんよ。ああ、そう。なるほど。ん？なるほど。そう。だから私はこの仕事を大切にしたいし、それこそこれから一緒にやる、それこそジュン君とかも、今度私がこうサポートに入ってあげたりとか、一緒になって夢を叶えてあげたいってすごい思うよ。あ、そこまで手厚いサポートしてくれんの？そう、めっちゃサポートしてくれる。マジで？え、じゃあ俺が、俺の夢もちょっと叶えてくれる感じ？それは。そうよ。みんな夢叶えてるもん。夢叶えしものやな、それはな。ほんまよ。笑ってもうだけど。ほんまに、もう、そういう夢がでかい人ほど、こういう仕事をして叶えてほしい。いいえ。私はマジで、今度サポートする側に回りたい。あ、もうええんや。自分のあれはええの。いや、私の夢まだあるよ。うん。ちなみにそれは何？ちなみにそれは聞いていい？それ。え、まあ、月100万の買い物すること。あ、そういう、あ、そういう経験か。なんか、何かになりたいとか。あ、でも、うん、そうやって、人にこうやって自信を持ってこう伝えられる人になりたい。ああ、なるほど。こう自分こう確かに、うん、なんか成功したい、成功して夢叶えてになれば結局苦しむこともできてくるやん。うん。いやだから、うん、それか、うん、苦しめ、もう一回やっぱ一回苦しんで。何を喋ってんのこいつは。乗り越えて長々と。成功していくから。ほう。でやっぱ人一倍
ことしたければ人一倍苦労しろ。はもうね、みんなも私の上に立ってる人ってみんなそういう風に成功していってるから。ほう。なんかファイナンシャルプランナーとか向いてそうやな。え、マジで？私向いたの？うん、向いてる向いてる。資産形、資産整形とか、資産形成とか、そういったやっぱ人の将来とかに関わってくるようなことを、うん、一緒に足並み揃えて考えてくれる人ってなかなかおらんから、やっぱ向いてるかもしれない。うん、いや俺の知り合いの、あの、保険屋さんとかもんねんけど、うん、その人もめっちゃ向上心高くて、うん、え、なんでこんなことまでしてくれんのみたいな。うんうんうん、割と外資系で、日本の保険屋さんってあんまり、うん、なんていうの、その親身になって、聞いてくれへんというか、そういうとこあんねんけど、うん、全然俺、もうほんまに、まあ、名前はあんま出さへんけど、日本の企業って。で、そこの人は、俺の行きつけというか、俺の担当の人は、マジで親身になってやってくれるし、で自分もなおかつ勉強してるし、未だにこんな大人になってから勉強してる人なかなかおらんし、向上心も高いし、ほんまにすごいなと思うわ。逆にその人を障害したいもん。逆に保険とか興味ある？あ、そうなんや。保険、みゆちゃん興味ある？あ、興味、あまり興味、なんか怖いってイメージがある保険。あ、なるほど。あの、生命保険とか入ってる？多分入ってると思う。入ってる？今、え、日本のどこ？どうやったかな？私、生命保険、共済とか、あ、はいはいはい。そう。俺のとこ完全に積み立てで、かけ捨てじゃなくて、積み立てでやってくれてて、で、その、老後の資産形成とかも、できるっていう感じで、さすがにこんな教えてもらったから、これもなんか、アウトプットした方がいいかなっていう、ミュウさんに対して。うん、お返しというか、だから全然そっち、俺からも紹介できるし、ミュウさんからも紹介してもらうことできるし、みたいな。そうやな。そう、ウィンウィンやん、ちょうどこれって。それは、どう？え、いいやん、めっちゃめっちゃ。うん、紹介しようか、俺も、そっち。うん。いや、俺はやってんねんけど。あ、そっかそっか。そうそうそう。どう？え、ちょっと考えてみる。考えとく。別に紹介料もらえるわけじゃなくて、俺はこんなんでも全然。うん。そんなんとかじゃなくて、利益とかほんまになしにして、俺は普通に誘いたいって、うんうん、こんだけ向上心ある年下となかなかおらんし。まあでも私がどこも、まあマジで私、メンヘラやから。うん。メンヘラなんで？え、うせやん。メンヘラ。マジでメンヘラ。どこが？そうなくも。いやいやいや、全然そんなの見えへんよ。見えないだけ。今超ポジティブやん。マジで？なるなる。ポジティブの塊みたいな。な向上心の塊というか。それはジュン君がのおかげやな。あ、マジか。俺こうやって喋れてんのは。それは嬉しいね。うん、そう言われると。うん、そうなんだ。え、てか時間だ、あ、大丈夫か。まだ11時や。あ、10時、11時になったら。せやね。いや、逆に外って大丈夫。え、外やろ。今、外なんか、外におったんじゃん。そう、今、外におって。うん。そうそう。あ、歩いてる感じ？あ、まあ、そうやね。歩いてる感じ。うんじゃ、また、土曜日やったっけ？てか、多分その前にまたちょくちょく電話するかもしれへんけど。ああ、じゃあその時にまた、うん、いいよ、全然。うん、ありがとう。はい。じゃあ、気ぃつけて。うん。うん。お疲れ様。お疲れ様です。うん。うん。ありがとう。こういうことですわ。